ベルギー国立銀行は、ベルギーの中央銀行。欧州中央銀行制度に参加している。日銀のモデルとなり、ユーロ導入前は、独自通貨ベルギーフランを発行していた。ベルギー総合会社は、国立銀行と別の経済主体であるが、しかし、国立銀行の設立時に、通貨発行権を譲った歴史を持っており、現代へ至るまでの経営史も、 社交との関わりにおいて興味深いため一説を割いて説明している。ベルギーがまだネーデルラント連合王国に属していた時代1822年にソシエテジェネラルドベルギーという総合商社が立ち上がった。ここではベルギー総合会社と呼ぶ。ウィレム一世が発起人であり彼とその家族が株式の大部分を保有した。この会社は 休業改良や工業会社のデベロッパーとして大掛かりな低等貸し付けを営む一方、政府銀行家として国債を発行したり、中央銀行として発見したり、貯蓄銀行の資金を預かったりした。1835年、対抗馬となるベルギー銀行をチャールズという男が作った。ベルギー銀行はジョン・コックリルと組んで、 ベルギー総合会社とロスチャイルドが1832年から計画してきたパリブリュッセル鉄道の利権を奪った。1838年の金融危機にベルギー総合会社は250万フランの即時手形をベルギー銀行へ突きつけてこのライバルを潰そうとした。もっとも1830から40年代にベルギー総合会社はしばしばロスチャイルド家と 国際引き受けを共同した。1840から48年の間に、ベルギー総合会社は、国王の持ち株を買収した。1848年革命で、ベルギー総合会社と、ベルギー銀行が共にデフォルトしてしまった。国家経済を立て直すべく、ベルギーは、双方の銀行権を法定通貨として認めた。すなわち、1851年に、 ベルギー国立銀行が、両校の発見権能と国庫金水筒を吸収して、開業に立ったのである。この時ベルギー総合会社は、国立銀行株を1万株取得した。元法務大臣のフランソワドーシー卿が、初代総裁となった。副総裁は、元議員のレイス・ディースワートが務めた。理事には、銀行家のジョナサン・ラファエル・ビショフ・サイム、元議員の友人プレビネア、エル・デュセ、 J. マジュー、そして F. バンダー・エルストが就任した。およそ20年間、理事会は移動がなかった。設立したばかりは優先すべき事項に追い立てられていたが、およそ片付くと支店を全国展開し割引事務所も作った。1882年、財務大臣のシャルルグロが世界展開を打診した。1900年にも、ヘント生まれの総理大臣、ポールドスメから、 同様の意見が提出された。後に、国立銀行はそれら権威を破棄したが、大不況を過ぎて1908年に、ベルギー領コンゴでの現金預け払いを営むようになった。政府からの要求がエスカレートしてゆき、第一次世界大戦までに、ベルギー国立銀行は10億ベルギーフランを超える銀行券を発行していた。政府のラテン通貨同盟をめぐる交渉にも参加した。 交渉過程では、景気循環を計算に入れて為替レートを決めたり、参加国の金属準備、金為替療法の制度を作ったりした。また、一貫して、口座振り替え制度を建引してきた。戦中ドイツ帝国に占領されて、1918年11月まで、後日のベルギー総合会社に発見を代行させた。1926年10月25日の直例で、 金流出防止の観点から、業務範囲が、定管における限定列挙で拘束された。その一つは、国債、または他の政府、植民地の保証付き証券、そしてこれらと並ぶルクセンブルクの有価証券を担保として貸し付けができるとしていた。1935年、ベルギー・ルクセンブルク通貨同盟により、ルクセンブルクフラント、ベルギーフラントの交換比率が改定された。 その翌年、ベルギー国立銀行はルクセンブルクへ代理店を設置した。1939年、第二次世界大戦でナチスドイツが侵攻してくると、理事は国外へ逃亡してしまった。その間に占領軍がブラッセル発見銀行を設立した。1940年7月、理事がマネースサプライをコントロールするために帰国を決めた。こうして、 ベルギーに二つの発見銀行が並び立ったのである。戦後は1993年3月22日の立法によるまで国立銀行の独立性が制限された。1988年12月23日の立法で発見と目的については定感があってないような緩いものとなった。国立銀行は 手形交換所と証券集中保管機関も展開するようになった。監査は1935年設立の銀行金融委員会にある一部局が行っている。ベルギー国立銀行は1851年の設立以降、ベルギーフランやユーロの紙幣を印刷、発行してきた。貨幣価値の安定や、特に金融システムの健全性や価値の維持に努めてきた。 ベルギー政府の国庫管理や国債の発行なども扱っている。さらに、年金基金の日常業務も行っている。フランス銀行の経譜を引きながら、預金協託金庫のような相方がない。ベルギー国立銀行は、有価証券処理システム、預金、金融商品保険を運営する。2003年以降は個人を対象とした、信用情報センターを開設している。 センターでは消費者金融、低等融資の情報をすべて把握し、消費者を過剰債務から保護している。国立銀行設立後、ベルギー総合会社の主要株主にパリバやユニオンミニエールが名を連ねた。証券投資専門の子会社を作り、高工業企業株を長期にわたり支配した。レオポルド2世の時、王室が、 ベルギー総合会社の持ち株を政府にふっかけて売却した。公私混合形態となったベルギー総合会社は1886年からの不況を耐え抜き、やがて露出同盟を利用した工業、鉄道投資と列強各国の帝国主義発展に力を入れて、支店数を19世紀後半の半世紀で20倍ほどに増やした。20世紀初頭に中国の諸都市とロンドン、 パリ、カイロに拠点を持った。コンゴと南米の国策銀行設置にも加担した。第一次世界大戦では、ドイツ帝国に占領されてしまい、緊急措置として本社をロンドン支店に移した。母国では、ドイツ帝国がベルギー国立銀行の発見を禁止したので、ベルギー総合会社が代行したが、戦中におよそ20億ベルギーフランを発行した。しかも事業拡大を続け、 ルクセンブルク、ニューヨーク、イスタンブール、香港などへ進出した上、イスパニア、東欧にも利権を獲得した。1922年時点のバランスシートは会社がどれほど膨張したかを示していた。世界恐慌が訪れ数え切れない企業が損害を出したが、ベルギー総合会社も例外ではなかった。抜け道だらけの銀賞分離規制を買いくぐり、 1934年8月のデクレで持ち株会社と新設の銀行部門に分かれた。後者は直ちにデビアスや大西洋銀行と連携しダイヤモンド顧問会議を招集した。1941年ケミカル銀行が ADB ニューヨーク特別代理店を設置するのを助けた。第二次世界大戦中はナチスドイツに占領されてしまい。 平常業務が滞るくらいだったので会社の成長はなかったとされている。1955年コックリル・ウーグレ・コンツェルンを引き続き参加に置き、1957年ロスチャイルドを伴いリオティントをカナダへ進出させた。英米ドイツに対してはソルベー・コンツェルンと出身により事業関係を持った。ソルベイは当時、アライド・ケミカルの20%、 インペリアルケミカルインダストリーズの25%を支配し、また IG ファルベンインドストリーとも結合していた。旧三国同盟の独占資本が再び国際、金融で活躍する時が来た。ローマ条約が結ばれてから、ベルギー総合会社は決済事業へ邁進した。オランダ・アムステルダム銀行とドイツ銀行の間に、紳士クラブと呼ばれる協定を結んだ。 ブレトン・ウッズ協定がヨーロッパの国際決済銀行へ切り込み、通貨の主導権をめぐる攻防が展開される中で、欧州の結束が強まったのである。実際、1958年にはヨーロッパ通貨協定ができている。1963年にミドランド銀行を加えて、新紙クラブは欧州顧問委員会となった。委員会は1970年に、 ヨーロピアンバンクスインターナショナルカンパニーという名前のベルギー法人となった。発足後、この会社には、早々たる銀行が参加した。ソシエテジェネラル、クレディタンシュタルとバンカカマーシアルイタリアーナである。この会社は、ユーロクリアのできた1968年に、大西洋マッチャンネルとして、欧米銀行会をニューヨークに設立している。ベルギー領、コンゴの独立後、 総合会社関連企業は現地での営業を継続した。もっとも政治的圧力から事業が二分され、それぞれの根拠法が本国のものと今後のものになった。1972年、総合会社はカード事業へ参入した。1977年、国際銀行間通信協会に参加した。カード事業をきっかけとして、 一般の個人客にもサービスを提供するようになり、総合会社は1985年にジェネラルバンクと解消した。1988年には、スウェズ金融などから買収を仕掛けられ、スウェズの参加に収まった。1998年、スウェズ SA がベルギー総合会社を売却し、翌年フォルティスグループが受け皿となった。2003年、 ホルティスからベルギー総合会社の香港支店ジェネラーレベルジャンバンクが中国交渉銀行に売却された。ベルギー国立銀行は資本金1000万ユーロの株式会社である。株式総数は40万株となっていて、そのうち20万株は国が保有する記名株式であり、譲渡されることはないものである。残りの20万株は記名株式となっていたり、 無記名株式となっていたりする。ただし、松方正義が日本銀行を作った時点では、全額民間出資であった。ベルギー国立銀行は、組織の基本原理を定めた、ベルギー国立銀行定官に従うこととされている。このため総裁や理事は、ベルギー国王が任命することとなっている。同行内部機関として、総裁、役員会、理事会、監査役会がある。 ベルギー国立銀行本店内総裁は国王に任命され、任期は5年で再任可能である。欧州中央銀行の規定も考えなければならないが、総裁が職務を継続させることが困難となったり、あるいは重大な過失を犯した場合に限り、国王は総裁を解任することができる。パウル・ファン・ゼーラントが副総裁から首相となった例がある。ありがとうございます。